猿の学生こと市原隼人君がもし自分が番組を作るならと前置きした上でブログにこんなこと書いてあがります。番組タイトルはリーズン夢の階段。プロのアスリートやスペシャリストに話を聞き、ポップな会話ではなくその人のポテンシャル、価値観、ターニングポイントにより深く入り込み、番組を見た人の夢を叶えるような画期的な番組を作りたい。うるせえし長えしつまんねえし、そういう番組もうあるし情熱大陸トップランナーカンブリア宮殿以下クソだそしてお前は猿のクソだお食を食って寝ろって色黒もっこりカマキリこと早見もこむちの小顔野郎がもこずキッチンエキストラバージンオイルとかいうオリーブオイルをプロデュースしたらしく、こんな宣伝をしてやがりました。フルーティーで優しい甘みのある味わいだけど、どこかピリッと刺激的、まるで女性が思い描く恋愛のようなオリーブオイルです。あら素敵。でもどうせお高いんでしょ。え、今回は税込み特別価格で5,250円。くそだけやサラダ油50本買えるぞお前アジオンチのクソババアとも相手にゲッス商売しやがってよ何が恋愛のようなオリーブオイルだ。糸こんにゃくと山芋で作った自家製天下の潤滑油として使ってやるからただでよこせこの野郎かつて珍しいキノコを食べて深夜のコンビニでお母さんと叫んでしまった伊藤秀明さんが、三池崇史監督の試写会イベントに白布で出席をし、ファンから子供の名前を聞かれてこんなこと言ってやがりました。五郎丸、冗談だけど、バカキノコ、お前世界一つまんねえんだから軽々しくボケんじゃねえよ。お前が面白いと思ってることはな、漏れなくつまんねえしな、お前がサービスのつもりでやってることは迷惑でしかねえし、お前が兄貴呼ばわりしてる唐沢時志明のな、すかした小ボケはマジ地獄なんだよ。面白い役者仲間が集まる面白いバーで、面白いキノコ食ってケタケタ笑ってろい。あげてきます。タイムスリップをしようとして、世田谷警察署前の赤信号を酒を飲みながらアクセル全開で走り抜ける歌舞伎界のマイケル・ J ・フォックスこと中村獅童さんが先々週放送された A スタジオにて鶴瓶さんに、この人けったいなことで怒るそうで、さっきまで楽しそうにしてたのにちょっとしたことで腹立ててドアを壊して外に出て行ったり、奥さんが中華料理屋の名前が出てこなかっただけで、なんでわからないんだよ帰れって返しちゃったりするんやでと言われると、指導ちゃんは、いや、カーッと来ると動物的になっちゃうんですよね。奥さんを初めてデートに誘った時も断られたんですけど、飲み屋で待ち続けてるうちに酔いが回っちゃって、なんで来ねえんだよって電話して、無理やり来させちゃって、と話したことがネット上で話題となり、これ DV じゃん、とか、こいつまた離婚してベソ書くんじゃねえのとか、伝統芸能に乗っかってお前まで偉そうにすんなブス、てめえ五寸首ぶち込むぞとか、基準値の倍以上の酒飲んでパトカーに追っかけられるクソバカがなんで一日警察署長なんかやってんだよとか、ラジオでネタにされたぐらいでネチネチ言ったくんね、言ってくんね、器クソ小せえな帰れとか、この前歌舞伎町に行ったらでっけえ吐砂物があるなぁと思ったら中村指導だったわとか、みんなで指導ちゃんをボッカスに言ってやがりました。おいネット、お前ら言い過ぎだぞ。だよ拾いすぎだよ。ネットでは賛否両論みたいな。あります、ね。そりゃそうだろ。そりゃそうだ。そりゃそう。どっから拾ってきてんだ、その意見を。あげときます。パン。あれ、中村獅童さんのことあんまり悪く言っちゃいけないっていうルールなかったっけな。まあまあまあ、時期も。中村獅童くん、獅童さんと三谷幸喜さんと若槻千夏さんの悪口はあんまり言っちゃいけないっていう暗黙の了解があったような、なかったような。
そうだ。直接言われたから。ラジオ聞いてますよ。まあいいでしょ。もう聞いてらっしゃらないと思いますから。おさむちゃんでーす。で、おなじみの向井おさむの野郎が、フレンチレシピ本の出版記念会見でこんなこと抜かしてやがりました。高校生の時には本気で料理人を目指し、明治大学時代にはダイニングバーの店長を任されてました。フレンチは格式高いイメージかもしれませんが、僕ともども身近に感じてもらえれば嬉しいですね。はあ？イケメンでスタイル抜群で高学歴で料理の腕前もプロ級のお前を身近に感じるだと？クソが、ふざけんじゃねえぞ。キモメンでドチビで低学歴でハプニングバーの店長にボコられたかつ過去を持つ俺はどうすればいいんだよ。いっそのこと、その華麗な包丁さばきで俺を殺せ。ハプニングバーでボコられるってどうすればボコられるんだろう。そう、本当だ。そこからハプニングが起きちゃって。いやー、ひどいわ。三平、あれさ、室伏浩二のストーカーこと小田裕二の熱血野郎が唯一のヒット曲ラブサンバディのバージョン違いだけを12曲も集めた究極のクソベストアルバム、うん、ラブサンバディ完全版を発売する模様です。どれ山本もどき、お前いい加減にしろよ。何が悲しくてもずこうと来たゴリラがネバネバ歌ってる歌を12回も連続で聴かなきゃいけねえんだよ。地獄じゃねえか。お前は鼻声で音痴で作詞能力も低いんだからよ。歌手ごっこはやめてドラマの現場で嫌われてりゃいいんだよ。お前が海猿の続編山猿に出演する日楽しみにしてるからな。頑張れよ。すげえ、ラブサンバディ完全版出るの。完全版出ますね。ちょっと一枚あげましょう。そそられるの。有吉さん、いや白龍さん。有吉さんでいいんだよ。蜷川の愛犬こと藤原竜也くんが代官山アートストリートのオープニングセレモニーでこんなこと言ってやがりました。俳優なんてのは常識がないやつばっかりですよ。白龍さん、どうかお気を悪くなさらないでください。まあ確かに居酒屋のトイレでセックスしたり、車の中で40歳の乳を吸ったり、変なキノコ食ってコンビニで暴れたりするような非常識な猿もいますが、白龍さんをはじめとする V シネマ俳優の皆さんは常識のあるナイスガイばかりだと僕は常々そう思っています。もしよろしければ今度ワンちゃんのお散歩でもさせてください。当方大型犬のブラッシングには定評があります。今後ともよろしくね。何を自分の売りを言ってきましたよ。投げよ。滑舌モンスターこと鈴木福の野郎が大人になったら何がしたいという質問に対してこう答えてやがりました。夜遅くまで仕事してみんなでお酒を飲みに行きたい。あと仮面ライダーになりたい。福君、いいこと教えてあげようか。仮面ライダーっていうのはな、イケメン俳優しかなれないんだよ。福君は、うん、誰がどう考えてもえなりかずき路線に乗ってるから、将来橋田壽賀子と泉ピン子っていうショッカーによって万年童貞人間ベムに改造されるのか。だから今のうちに金に物言わせて童貞卒業しときなさい、なりきん坊ちゃん。万年童貞人間ベムじゃないんだよ。子供になんてこと。ちょっとあげるわ。もう田原俊彦のビンビン野郎が自身のブログで読者から寄せられたこんなコメントを紹介してやがりました。私は45歳になる、じゃないのか、これは年じゃないんです。私は45歳になるドイツ、フランクフルト在住の日本人女性です。YouTube でいろいろ検索していたところ、抱きしめてトゥナイト、ごめんよ涙の映像に釘付けになりました。これだけのダンス力、歌唱力がある日本人がおられるとは驚きました。from 匿名希望。有吉さん。これはゲスナーの仕業ではないでしょうか。まずトシちゃんの存在も知らねえ45歳のババアがドイツクンダレで何してやがんだって話ですし、歌唱力のくだりは皮肉以外の何者でもありません。フランクフルトという地名も軽い下ネタだと思います。純粋なトシちゃんをもてあそぶ卑劣なゲスラーにぜひともパンをあげてください。確かに。
怪しいですね。怪しいこれあげときましょう。いい情報です。歌と演技が下手くそな福山雅治さんがちょっとガリレオで共演中の吉高由里子ちゃんにセクハラまがいの行為をしているらしく、CQ 雑誌朝日芸能にこんな記事が載っていました。福山は吉高に向かって、蛇にピアス見たけどよかったよおっぱいが、とセクハラ攻撃。極めつけは、お前綺麗だな乳輪の色が、と言い放ち、吉高自身も大受け。実に面白くない。イケメンを武器にした上から目線の下ネタ、実に面白くない。つまんねえ下ネタで笑っちゃう美人女優、実に面白くない。ついでに吉高由里子の乳輪、ピンクではない、実に面白い。ドメスティックバイオレンスこと早乙女太一くんがクローズエクスプロードの制作発表に出演し、こんなことを言っていました。撮影はすごく刺激があったし楽しかった。どれどれ、今回の太一くんの役柄は新入生で暴力のエリート鏡役。えお前まだ人殴り足りねえのかよ。お前こないだモデルを一人再起不能にしたばっかだろ。ニコラス・ケイジじゃないんだけど、もうちょっと我慢したらどうなんだよ。まったくしょうがないやつだな。西山ちゃんみたいな犠牲者を出さないためにも俺がいい人紹介してやるからな。小島恵子って知ってるか。まあもし知らなくても心配ないよ。太一くんならちょっと話しただけで絶対ぶん殴りたくなるから。しかも小島恵子の味方なんてこの世に存在しないから、いくら殴っても西山ちゃんの時みたいに誰も君を責めないから、きっとぶん殴りやすいと思うよ。俺はいらないよ。だって太一くんはぶん殴れる、俺は小島恵子を始末できる。これは俺と太一くんがウィンウィンと感じる。気に入ってる、ぶん殴ってきなさい。あげよう。ほうれい線が気持ち悪い神田うのさんが、それやばすぎやんか。もうちょっと積み込んで言ってほしいですね。ほうれい線が気持ち悪い神田うのさんが女性セブン創刊50周年記念パーティーで西山真紀さんの妊娠についてこんなことを言ってやがりました。すごくおめでたいですね。母になることは素晴らしいこと、ママ友になりましょうね。うるせえな、デリケートな問題なんだからパンスト引っ込んだろ。何がママ友だ。どうせクソみたいなセレブが集まってクソみたいな飯食ってクソみたいな自慢話してるだけだろうが。三河のマブダチごときがご意見番気取りやがってよ。タクシーから引きずり下ろしてガードレールに叩きつけるぞ、早乙女さんがな。もういろんな人が入ってきて、もう怖い、もういろんな人のが入ってきて、あげよ。パン、共感を生んだからね。開けトイレのクンニ様こと小栗旬のやりちんやろうが、映画ドラえそれトイレでトイレに女性を連れ込んだってやつでしょ。何だろう、映画ドラえもんのび太と奇跡の島にてに声優としてゲスト出演し、ドラえもんの道具で一番欲しいもの聞かれ、こんなこと言ってました。どこでもドアですね、今は本当に時間がタイトなので、どこでもドアで少しでも早く家に帰りたいです。お前な、どこ行ってもバカにされて全く女にモテねえから、時間がワイドに余ってる男の気持ちなんて考えたこともねえだろう。黙ってても女がホイホイ寄ってくるイケメンさんはそりゃどこでもドア欲しいわな。ドラえもん、どこにもドアのない部屋を出して、こいつらイケメンを閉じ込めて、どこにもドアのない部屋。OBJ48 の不動のセンターこと小栗旬の便所やりちんがドラマリッチマンプアリッチマンプアウーマンの制作発表で、俺の石原さとみちゃんからこんなことを言われ、ヘラヘラしてやがりました。小栗さんはまあかっこいいですね、服が似合うといった見た目もそうなんですが、ふとした瞬間の笑顔も素敵で思わずキュンとしちゃいました。こんな可愛い子にこんな言葉で言われてよ、顔もスタイルも抜群で随分いい星のもとに生まれたな小栗さんよ。
俺みてえに AV 借りては返すような生活を送ってるような男とは見てきた景色もさぞかし違うんでしょうな。ああこんなことならいっそ花にでも生まれてくりゃよかったよ。そうすれば黙ってミツバチが俺のおしべの花粉をめしべまで運んでくれるんだもんな。ミツバチさん、俺の花粉をアキラエリーちゃんのめしべに受粉しておくれ。バカなんだね。ルローニチンチンこと佐藤健のポコチン野郎が台湾で行われたルローニケンシンの PR イベントで、もし前田敦子さんと石原さとみさんが川で溺れていたらどっちを助けますかという下水質問を受けてこんな風に答えてやりました。2人を助けて僕が死にます。はぁ、てめえ何侍ぶってんだよ。だったら岩木信子ちゃんと内館真紀子ちゃんが声だめで溺れてたらお前どうする？二人とも助けんのか？違うよな、バキュームカーで吸い込んでなかったことにするよな。結局お前は女を顔で判断するドスケベ侍なんだよ。俺と友達になって女を紹介しよう。結局そこじゃない。ひどいな。いやいいね、あげとこうか。多分嘘だと思いますが、イケメン俳優の佐藤健くんと三浦翔平くんが合コンで女性を泣かせたという記事が週刊文春に載っていました。要点をまとめてお伝えします。女性陣のルックスが気に入らなかった佐藤の目くばせを合図に、三浦がブース帰れ、ブース帰れとブスコールを開始。その後のカラオケでも三浦がブス替え歌を披露するなどして女性は号泣。指示を出した佐藤は王様気取りで満足げだったという。やってくれたなクソガキどもが。女優抱き放題のイケメンチンポがブス泣かせてんじゃねえぞこら。遊び方が下品だしブスのいじり方が雑なんだよ。おい聞いてんのかタケル、今度ブスと合コンやるときは俺も呼べよ。お前の目くばせを合図に1週間洗ってねえチンポ出して全員速攻で帰らせてやっからよ。時給5万な、マジよろしく。いやこれブス替え歌気になるな。センス問われますよねこういうの。どんな、